えと今日は2つお話しいたします。まず前半に気候変動予測の背景ということで、これちょっと,、えー、と気象学的なといいますか専門的な話が入ってくるかと思いますけれども、えーとまあ、分かんないところについてはご質問いただくなり、流すなりしていただければなと思います。えー、と後半の方で実際のデータを使って、えー、とどういうところにあの注意していただきたいのかということについてお話ししたいと思います。えーとあの よくそのカタログスペックと言いますかね、あのこんなことができたんだ、あんなことができたんだっていう風なところばかり、あの、検伝されてしまうんですけれども、実はいろいろとあの注意しなきゃいけないところも実際ございますので、そのあたりも実際、あの、えっ、ー、と、使われる方々にはご理解いただきたいなと思って、あの、えっ、ー、と、用意いたしました。じゃあ、まずあの気候変動予測の背景ということで、お話しいたします。えっ、ー、と、今日の内容はですけれども、まず、あの、 気候シナリオってのは一体何なのかということを簡単にご説明したいと思います。でそれから、えーと、どのようにしてデータがユーザーに届くのかということについても、えー、と流れについて若干ご紹介したいと思います。でそれから、えー、とこの,、えー、とで全あの気,気候温暖化の大きなあのモデルの,あの予測結果を日本、あるいは えと自治体単位まで落としていくためにはいろいろなその技術的な課題がございます。その中ですごく大事なのがダウンスケーリングという技術です。でこれでについてあの若干解説をしたいと思っています。えー、とまず、力学ダウンスケーリングというののデータセットというのはどのようなものがあるのか。力学的というのはえと数値モデルを使って日々に天気予報に使っているようなモデルを使ってまあ将来の 天気予報っていうとまた誤解が生じちゃうんですけどもあの非常に地域限定の気候を予測するシステムですで。これによって見えてくるもの、見えてこないものがございますのでそれについて若干紹介させていただきます。で最後にまとめとして、えー、とこのデータセット、えー、と気象予測のデータセットがどのようにユーザーに届くのかということについてまとめたいと思います。でまずあの えと温暖化シナリオ、シナリオのことなんですけれども、これはの実は、えー、と今まで使ってました。もう,もうあと1年ぐらいで、えー、CMIP6 という新しいあの温暖化シナリオに、えー、と変更になりますけれども、これはその前の、現在使われている CMIP5 のシナリオです。RCP シナリオ、排出シナリオといいますけれども、でこれが、えー、と4つ用意してございます。でこれはですね、えー、と非常にその、 温暖化予測の出発点になる大事な、えー、と境界条件といいますかね、あの前提条件になるんですけれども、えー、とこういうふうに、えー、と現今のシナリオでは RCP、その後の数字が大きいほど、えー、と成り行きシナリオ、つまり、えー、と温暖化排出ガスを、えー、と今までの調子で調子よく出していったシナリオ。であの我慢したシナリオというのが、 ナンバーが小さいシナリオでして、えー、とここには8.5と4.5しか書いてございませんが、その下、一番下が、えー、2.6ですね。これは2.6というシナリオで、これだと大体最高でもう将来的に2.0度ぐらいしか気温が上がらないと言われています。で、えー、とこれが8.5というシナリオで、実は現在、このシナリオを使ったその これからご紹介しますけれども、えっと、皆様にお使いいただくようにダウンスケーリングしたデータはこのシナリオが多いんですが、それは一つにはやっぱりこの、ここまでするとそのシグナルというか、どこさの中を飛び抜けて、あのシグナルというか、要するに、えっと、信号が、温暖化の信号がよく見えるということで使っております。ただ8.5はちょっとあまりにな、あまりに、あのえっと、 あまりに乗り行きすぎるんじゃないかということが今世間では言われております。で、このあのこのシナリオっていうのはその、えー、と、えー、と温暖化のその主要な原因である CO2 の排出シナリオをいろいろ調整しているものでございまして、でこれによってその、えー、と全球モデルっていうものを動かすと、まあ、1850年、えー、と 産業革命の直前からスタートしてるんですけれども、ずっと2300年ぐらいまでかなり計算しておりまして、その間の下半分が全球の地上気温の推移です。で、モデルも、えー、と実はこう世界から数字集まっております。で、これ、あの後でちょっとご紹介しますが、CMIP6 っていうっ、えー、と今年リリースされる新しいデータセットは、おそらく100ぐらいのモデルが参加するだろうと言われてますが、えー、とそういうものを使います。そうするとやっぱりモデルによって でその差が出ますので、この線が書いたのが平均なんですが、これはその振れ幅ですね、モデルにる幅、まあ、すごく大きいじゃないかと思われるかもしれませんが、それでも地上気温は、えー、とその成り行きシナリオ、つまり CO2 をどん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 あの調子よく出してきたシナリオの場合には、すごく上昇しますし、まあ、もしあのそれなりに抑えていけば、減っていくだろう、あの抑えられるだろうということになっています。 1で、えー、と一つ注意していただきたいのは、あこれは大丈夫かな、これはあ、これは大丈夫ですね、これは0度が2000、えー、CMIP5 がリリースされた2008年を0度にしてますので、大丈夫ですけれども、あのこの後でも出てきますが、温度上昇が何度、何度っていったときには、えー、と現在から何度っていっている場合と、それからえっと産業革命前から、これ言うと1850年ぐらいですね、それから何度上がっているっていっている場合とありますので、気をつけてください。 でこれは CO2 による温暖化の,あのなんですか、ね、強制力データですね、まあ、見なくていいですけど、つまりこんだけ差が出てしまうと、でこれがあの、えー、とシナリオ、いわゆるシナリオです。でこのシナリオの中で、この時にこの8.5、つまり成り行きシナリオの中で何が,何が起きうるか、それから、えー、と非常にあの頑張ったシナリオ、この、えー、2.6シナリオの中で何が起きているかということです。 この2.6シナリオというのが現在かなり注目されています。というのは、あのパリ協定でも、えー、2.0をあれ、えー、と実現しよう、プラス1.5度をあの目標にしようということですので、RCP2.6 というのは2.0程度で収まります。これはあの、えーと、ここからですから2.0で収まるので、このシナリオについては注目されています。で、えー、とこれを、この シナリオ、つまりシナリオって脚本みたいなものですから、えー、と劇とかテレビドラマとかであの演じるためには必要、ぜひ必要なものなんですけども、これだけだとまだ大雑把。でこれ、右が実は全球モデルで使ったその将来の、えー、と今世紀末の温暖、どのぐらい気温が上がるかということを示している例なんですけども。まああの この8.5の一番シグナルが大きいのを見ますと,、えー、と高緯度で非常に温度は高くなるということは言われていますで。そうするとその氷が溶けて、まあ、あの北極海の氷が溶けるとかそういう話、今すごく話題になっていますがそういうこともあるしここに永久凍土が溶けて、えー、CO2 よりももっと強力な温暖化排出あのガスであるメタンが出てくるという,ようなことも言われております。 さてと、だけど、我々、あの、我々というか、日本に住んでいる人間としては、えっ、ー、と、シベリアのメタンが爆発することよりも、ほあの、まあ、それも大事なんですけれども、日本付近がまずどうなるかということですね。で、これ日本付近見ています。で、これ、これこに囲ってありますが、この中どうなってるかなっていうのが今日の主題になるんですけども、これを見ていただくとわかりますが、非常に目を凝らしてみても、なんか大々色になってることぐらいしかわかりません。つまり、 全球モデルっていうのは全部の全世界同時に計算しなきゃいけないのであまり細かく見れないわけです。ということでこの先どうするかということで、えー、と次の,シ,あのシナリオのになってきます。でこれが、えー、と排出シナリオあじゃなくてこれがその、えー、と一番上の気候シナリオですね。気候今説,こう説明した気候シナリオからどういうふうにその 計算していって、最後に温暖化適応の諸対策につなげるかというのを模式的に示したいです。で、ここにいくつかのプロジェクト、あのえー、っと科学研究費によるプロジェクトとかいろいろ書いてございますけれども、まずあの排出シナリオがあって、これでまずシナリオが決まると。で、このシナリオでもって、えー、CMIP 実験ってこれ、全球モデルなんですが、全球モデルをあの動かすわけです。教会入れて。そうすると ある程度結果、いろんな結果が出てきます。さっきも申しましたように、数十のモデルが参加してますから、それなりの幅が出ます。で、それを今度はですね、えー、とさっきお見せしたように、日本のところを細かく見るために、ダウンスケールという手法を取ります。これは、えー、と力学的なダウンスケール手法と統計的なダウンスケール手法と2つあるんですけれども、であの午後もいろんなの方から、 ご説明あると思いますあの午後の農業分野の西森先生は統計的ダウンスケーリングの日本の第一人者ですのでいろんな話聞けると思いますし力学ダウンスケーリングに関しましては、えー、と一番最後にお話する中北先生が、ま、あの水害関係で結構あの重きを置いてらっしゃいますのでお話が聞けるかと思います。でこのようなダウンスケーリングを、えー、行ってですねそれでその日本付近がどうなるかということが分かった上で 次に影影響響予測モモデデル、ル評価モデルを動かすわけです、す。ここも多分、午後いろんな方がお話しされるのは主にここが中心になります。で、いろんなモデルを使って、えー、とここで出てくるのはあくまでその気象の温度ですとか降水量っていう予測データなので、それから暑、えー、熱環境、えー、と人に対する被害、WBGT とかお聞きになったことあるかもしれませんが、そういうふうに翻訳する、あるいはその、 えと洪水が起きる確率を評価するとか、まあ、それでそのモデルを使ってあの氾濫を起きるかどうかとか評価すると、まあ、そういうようなことをやるわけですね。でそ,まあ、そこまで落とすと、初めてその普及、啓発対策ということで、地方自治体とか市民の皆さん、エンドユーザーにデータが降りていくという流れになっていま,ます。だからその目的に応じていろんな方法がありまして、そうすると温暖化適応対策というのは、すごく幅広い。 スペクトルを持ってるんですけども、まあ、これご覧になって分かりますように、出発点は気候シナリオです。ここでどういうその社会経済あの的な要素から、えー、と気候シナリオ、あのどういうあのシナリオを決めるかというところがあります。でえーと ちょっとだけお、えー、話ししておきますが、ここで左側にこの、えー、と青い太い矢印が2つ書いてあると思います。で、この、えー、といろんな情報が国からどういうような形で出てるかということをまとめてみました。で、本当にあのつい先月ですね、昨年の12月に、えー、確か両方ともリリースされたと思いますけれども、この温暖化予測データ、つまり 気候シナリオを使って全球モデルを動かして、それを力学的なし統計的にダウンスケーリング、統計的はどうだったかな、ダウンスケールするところまでですね、えっと、この辺はちょっとグレーなんですが、この辺りまでは、えっと、文科省、気象庁の、まあ、発刊しました日本の気候変動2020というあのレポートに詳しく、あのち詳しいものと、それから要約したものと2つあのございますけれども、出ております。 のでその辺りをご覧いただくと,、えっと、この辺のストーリーに出てきた、えっと、日本付近の気候が今後どうなるというのことが情報は書いてございます。でえっと、もう一つ、ですねこれと対になるものとして、環境省そのほのこう影響評価関係の省庁が作ったものとして、気候変動影響評価報告書というのがございます。でこ,れはえっと、これと対になるわけです。つまり、このデータを使って、 いろんな評価をして出しているわけですけれども、こちらの方は、えっと多分午後にいろいろお話があると思います。あの農業ですとか、水害ですとか、健康ですとか、生態系ですとか、もう主にこの、であといくつかありましたけれども、まあ、そういうようなことについて、えっと、今後どういうような危険、リスクが予想されるのかということについてまとめたタイプの報告書でございます。でですので えともしご関心がありましたらばあの、これはクリックすれば、ただで見れますので、こういう気候,気候変動2020ないし、影響評価報告書2020というのをちょっと参照していただければと思います。で次にいきます。サイエンスというか技術的なテクニカルな方から見た流れなんですけど、しつこいようですけど、もう一回整理させていただきます。 まず、あの、まあ、ここの上に実は、あの、シナリオがあるという話をしましたけれども、気候シナリオに従って、全球モデルというのを動かします。これは CMIP5 とか CMIP6、これ6押してますね、六のモデルです。で、このモデルはさっきも申しましたように、全球モデルなので、日本の、例えばその、日本海側と、それから太平洋側のこの天気の違いですね。今、東京は、 つくばはそらまっ青なんですけれども、おそらく日本海側の人はどんより飛んだと,どんというか、好天だと思いますが、今で、そういうようなコントラストがあの議論できません。そうすると困っちゃうわけで、それを出すために、えー、と地域気候モデル、これ、領域モデルなんですけれども、そういうのを使ってダウンスケールいたします。で、えー、とそうすると見えてくるわけですね、いろんな細かい情報が。でそれを使うとないしは このモデルを動かさないで統計的なダウンスケーリング方法、まあ、空間内装に近いところもございますが、こういう方法もございますで。これを使う、これは実はコストは全然違うんですけども、これを使うことによって出てくる、細かい情報が出てきます。でただです、ね、あのやっぱりモデルですので、どうしてもバイアスが残ります。 あのそれは致し方ないところですねあの、いろんな原因があります、それでそれについては補正した上で使わないといけないということで、最終的にダウンスケールされた温暖化情報というのが出てまいります。で、えー、とこのグリーンのところですね、結構あの見えてないんですねあの、皆様には。で、ポンと出てくるので、えー、とどういう手法でできたかということが、実は結構あの大事なところもございますあの。利用を間違えないようにしていただきたいと思います。 ダウンスケーリングの感覚をつかんでもらうために、これ、私がもう10年も前に作ったあのパワポなんですけど、ご覧ください。これあの、左の方は右のをぼかしただけなんですけれども、いわまあ、あえて言えばです、ね、この左上の,あの絵が、全球モデル、つまりあの c m i プ実験の元のオリジナルデ,データです。 そうすると、なんか机の上に何か載ってるなっていうのは分かるんですけれども、目を凝らしてみると何かあるなってことしか分かりません。だけど、えー、と本当はこういうあのダックが載ってるわけですね。で、えっ、ー、と、われわれというか、自治体さんがお知りになりたいのは、おそらくあの自分たちの地域に何が起きるかということなので、こっちが知りたいと。だけど、えらあの世間、世間というか、CMIP で与えられる情報はこれだけだよと。 でつまり、あのすごくあの住民が欲しいものと、それから全球モデルの気候市内の計算結果から分かることっていうのは、すごいギャップがございます。で、このギャップを埋めるのに、一つの方法として、今まで何回も言っている、えっ、ー、と、ダウンスケーリングという方法がございます。で、あの、でま、ただこれ、魔法の方法ではございませんで、 この,あのモザイクをどんなに頑張って加工してもこれにならないわけで、こういう細かい情報をもたらすようないろんな条件を入れてやることによって初めてできるわけです。はい、それで、えっと、この図は一番ややこしい図になってしまいました。なんか説明を優しくしようと思っていろいろ入れたらややこしくなっちゃいましたけれども、えっと、えっと、ですね、これはあの、えっと、日本。 気象の減少っていうのが、えー、とスケールが大きい、つまり全球的な減少の場合にはすごくじ長い時間存在して、ちっちゃなスケールの減少は短い時間しか存在しないという、まあ、あのよく考えていると当たり前のことなんですが、それにのっとって変えたいですで水あの。横軸があの水平スケールです。あの参考までに、まあ、こんな あの日本語でちょこちょこっと書いてみたんですけれども、つまり、えー、と地球スケールの現象、エルニーニョとかあのラニーニャとか、それからあのブロッキングとかいろいろございますが、それから日本スケールの現象、今まさにあの、えー、と爆弾低気圧みたいなのが、えー、と日本海、北上しておりますがああいうスケールの現象、それから都道府県スケール,都府県スケールの現象ですね。 これはあのどこどこ県ではどうだ、どこどこ県ではどうだということですねで。あるいはもっと細かいスケールとして、町内スケールの現象も考えられます。あのどこどこの町ではどうだとか、そういう感じですね。ですもっとちっちゃくなってくると、公定スケールの現象があります。あのよくあ、まあ、最近ちょっとコロナであれなんですけども、秋の運動会シーズンの時に、えー、っときにつむじ風が起きて、えーっと 校庭のテントが倒れたとかテレビ放送されますがあれはそのこういう肯定スケールの現象ですあれはその肯定ぐらいですからせいぜい 50×50 50ぐらいのところに起きる現象でしかも時間も短いということですでもっとちっちゃいのを考えると例えば風鈴がチリンチリンになるようなスケールの現象もございますというわけであのいろんなあの水平スケールの現象があるんですけれどもでそれぞれの継続時間 というか寿命というのはこう決ままってきます地球スケールの現象エルニーニョなんていうのは本当に数ヶ月続きますし塩素は数ヶ月続きますしエルニーニョっていうともうエルニーニョあのラニーニャっていうともう数年の現象になりますでそれに対して日本スケールの現象はあの今そのすごいあの低気圧が来てますけれどもあれだっていつまでも居座るわけじゃなくて数日すれば抜けていくわけですからあのこれは、えー、と数日の現象ということです で都道府県スケールになってくるともっと時間短くなってくるしさっきもご紹介しましたようにあの校庭に起きるつむじ風なんていうのは本当にたぶん数十秒か十数秒の世界ですからということです。でえー、とそれぞれですねあのさっきからご紹介してますような全球モデルそれからそれを力学的にダウンスケールする地域公モデル、まあ、ちょっと雲海像モデルの話は言いませんがそういうものを使うと 全球モデルはこのぐらいをカバーしていると。つまり、エルニーニョ、ラニーニャがどう起きるかとか、そういうことについては得意なんですけども、えっと、実際にそこでその爆弾低気圧みたいなのが起きるかとか、そういうことを聞かれると,ちょっと、ちょっと待ってくれよということになります。ただ、最近かなり性能向上してますので、台風がどのぐらい発生するかとか、そういうことまで議論できるので、一応ここまでギリギリ入ります。でこれをダウンスケールする地域高モデルなんですけども、 これは、えー、と台風ですとか、あるいは線状降水帯ですとか、そういうのも表現できますので、それに伴う、それがその温暖化でどう変化するかみたいなことも議論できますし、えーと、温暖化によって変化したそれらの現象によって、えー、とどのようなあの災害が起きるかということも評価できるわけです。つまりえーとこの えとこのライン、力学的ダウンスケーリングってライン作ったんですけども、全球モデルの結果を、さっき言ったように、地域、力学的にダウンスケーリングしてやることによって、細かいスケールの都道府県スケールの議論もできるようになるという仕組みになっております。で、実はもう一つ道がございまして、統計的ダウンスケーリング、ちょっとこれ模式で書きますので、正確でもないですけども、もし、統計的ダウンスケーリングだと、この全球モデルの結果を、 空っポンとこっちの方にそのちっちゃな空間スケールまでダウンスケールをすることは可能です。でさらに、それにウェザージェネレーターっていう、これはウェザージェネレーターだからあの気象、まあ、生成装置みたいなんですけども、これを使うことによりまして、時間スケールの短い現象まであのにまで使えるようなデータを作ることができます。で ここにあの、これちょっと場所間違ってるかもしれませんが、農業ですとか生態系ですとか、健康ですとか、洪水ですとか、午後あのお話になるあの4名の,あの、えー、と指揮者の皆様の,あのご専門の部分というのは、まあ、あの時間スケールがいろいろあります。これちょっと。 昔書いたのでちょっと間違ってるかもしれませんが、例えばその洪水だと時間雨量とかすごく大事になるし、健康だと、例えばそのヒートウェーブだと、冬の温度だとか冬じゃない、夜間の温度だとか、まあ、昼の温度だとかいうことになるとかなり短い時間スケールになりますね。一方、生態系とか農業になりますと、農業は、えっとえっとですね、作物が生育してから収穫するまでの間の 積分値その間にどれだけその太陽からエネルギーを取れるかっていうことが変わってきますので、つまり結構長い時間スケールでいいということになります。ただ、あの、電波端のスケールまで落としたいということですね。そうなってくると統計的ダウンスケールとまと、あ。そういうようなことです。で、まあ、こういうことなんです。それで、えっ、ー、と、力学的なダウンスケールについては、えっ、ー、と、現在、こういうようなデータセットファミリーっていうのができています。 でえー、と日本国で流通している、えー、NHK の気象庁があのコーディングして作ったモデルというのは大気、ね、モデルを使っています。大気モデルに海洋は IPCC の報告書から得られたものを足し込むことによって大気をドライブして、それを領域モデルダウンスケーリング。でこの領域モデルは、えー、と前の世代の えと気象庁で使っていたオペレーショナルの予報モデルです。あの予報モデルの方は今、台が割りしちゃってるので、1世代古くなっていますが、ということで、日本付近の,その天気の再現性に関してはよくチューニングされているモデルです。でこれを使ってダウンスケーリングしたシリーズを作りました。で1つは、えー、と4つか5つぐらいの,あのモデルを使ってダウンスケーリング、4つか5つ計算なんですけども、20キロの全球モデルから、 5キロの領域モデル、それからさらに2キロの領域モデルというダウンスケールをしたシリーズがございますで。これは超高空間解像度実験と呼んでいます。でこれはその非常に細かいスケールは出るんですけれども、逆にそのアンサンブル数、サイコロを振る数を稼いだ実験がこっちにシリーズにございます。一つ、他アンサンブル高解像度実験のシリーズです。でこれはあの聞きになったことあるかどうかはちょっと分かりませんが、D4PDF。 というようよなもののシリーズですでこれは、えー、とたくさん回すサイコロを振るために解像度を落としておりまして60キロの全球モデル60キロ格子のモデルを使ってそれを20キロ格子の領域モデルで、えー、と例えば現在だと6000年分計算していますでそうすると,、えー、と6000個のシーズンがあるわけでそのいろいろな極値を出すのには都合がいいわけです でさらに、CCAT、えー、と、C、C っていうあのプログラムでは、これをさらに5キロまでダウンスケーリングして、あるいはそれをさらに1キロまでダウンスケーリングすると。これは5キロか、5キロまでダウンスケーリングするということをやっています。でもう一つ、あの連続実験というシリーズもございます。えー、とこれは、こちらの方はあの計算機資源たくさん使うのであの、世紀末20年とか、世紀の半ば20年とか、そういう計算しかしておりません。 でえっと、例えば、水資源なんかを考える場合には、いつになったらその引き返せないところに来ちゃうのか、ティッピングポイントみたいなものを出すためには、えっと、連続実験も必要ですので、それも計算はしております。これちょっとまだあまり揃っていませんが、そういうことです。でえっと、これがそのさっき紹介した D4PDF データセットの、えっと、紹介です。えっと、とでもしお時間があれば、えっと、ビデオを紹介したいと思います。 でこ,れはえー、とこれは60キロの全球モデルなんですが、これ芸が細かくて全部違いますあの。よく見ると全部違うんですが、えー、とこれが、えー、と100個用意されていて、でその一つ一つの中に20キロモデルをこれです、20キロをネスティングして走らせます。ネスティングって埋め込んで走らせます。でこの中からその、この場合はまだ吸収域はやってませんが、吸収地域だけ取り上げて、そこをさらに5キロであの ダウンンスケーリングしておりますでそうすると、これ5キロモデルなんですが、そうするとかなりそのこういう線状降水帯ライクなものも出てきますので、えっと、いろいろなその災害の議論に使えるというわけです。ただこれはだから接続ちゃんとしておりまして、この5キロモデルはこの20キロモデル、この20キロモデルはこの,あの60キロ全球モデルから引き出しているという意味では連続性ございます。 さてと、えっ、ー、と、あの、解像度が高い、解像度解像度と言いましたけれども、その計算の格子間隔を小ちっちゃくするほど何,何がいいのかということをちょっとお話しします。えっ、ー、と、まずこれが、えっ、ー、と、これはそのハイアン台風肺炎というのは、これはあのフィリピンで7000人ほどの死者を出した非常に大きな台風なんですが、その例をご紹介します。で、これはあの、 格子間隔を細かくしながら実験していったんですけれども、まず20キロ格子の間隔のモデルで実験したこの台風の絵を見てください。これちょっとなんか、えー、っとこれ雨なんですけれども、ひし上げているし、あまりパッとしません。で、これを5キロまであのダウンスケーリング、5キロモデルを使ってやるとかなり詳細な目の構造が出てきますが、まだ実はその降水の中心、赤いところが南側に偏ったりしております。 ですこれをさらに1キロモデルを使って、詳細にダウンスケールにしたのがこの結果なんですけれども、そうするとこう、ものすごくあの強い台風ができ,てできて、ちっちゃな目ができていることが分かります。これ、あの東に移動あ、西に移動しているので、目がこうキャッツアイみたいになっていますが、本当は丸い目です。で、このこれらのシミュレーションで出てきた、えー、と生涯最低中心気圧、この台風が一番果たした時の気圧ですけれども、それがここに図で書いてございます。 20キロだと980ヘクトパスカルぐらいの台風にしかなりませんでした。5キロを使うと950ぐらいの台風になりましたで。1キロのこの詳細なモデルを使うと、えっ、ー、と、最高を果たしたときに905ヘクトパスカルまで行きました。で、どれが正しいのかっていうと、実はこれ、あの、ドブラック法という、まあ、あの宇宙から見た推定手法で出したのだと、895ヘクトパスカルまで行ったということがわかっていますので、つまり、その強い台風を あのその再現するためには非常に細かいスケールが必要だということが分かります。あただ、後でもあのちょっとあのアラートしますけれども、だからといってあの全部そのここまでやれとこの、このデータを使えというのが正しいわけではございません。あの当然、あのえー、と何を J にしたらいいかな、もうカメラってみんなスマホになっちゃったかられですけれどもあの、プロが使っているデジタルカメラ。 ございますよね、あれと、あの、我々が昔使ってた、その簡単なカメラとだと、その画素、画素の数が違うっていうじゃないですか。まあ、そんな感じで、この1キロだと、そのプロが使うような詳細な画素のカメラと同じことになりますから、つまりデータ量は半端じゃないですね。で、計算時間も大変だと。ですから、もしもこれで済むんであれば、これで済ました方がいいわけです。ただ、この場合は、えっ、ー、と、この強い台風を再現することが必要でした。これ実は、あの、この後、あの、 えと高潮がどのぐらいなるかということを出したんですけども、そのためには980ヘクトパスカルにこんな弱い台風を使っても全然高潮出ませんから評価できないわけです。で、えー、ともう一つその高い解像度が必要だというのを示します。これちょっと分かりにくいで申し訳ないんですけども、横軸が時間の逆数ですね。えー、と再現している時間の逆数。で、これがその 縦軸はパワーです。パワーっていうのはどのぐらいそのシグナルがその、えー、とデータの中に入っているかっていうのをう拾い上げたものです。でまあ内容はともかくとしてとかこれはここが1日データこれは12時間の継続6時間継続3時間継続2時間継続の降水量のシグナルがどのぐらい出てるかということを示したものです。で黒が観測です。でアメダスのデータですあちなみにこれ大手町なんですが そうするとです、ね、60キロモデルっていう全球、えー、モデルぐらいのモデルを使うと、まあ、1日雨量はちゃんと出てるなっていうことが分かります。でこの例だと12時間雨量までもなんとかなるけれどもその後はパワーがどん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 落ちてしまいます。まあ、あの解像度が荒いのであの時間的に細かい雨を再現できないということですね。 でもしそれ20キロで、二十キロモデルでやったらどうかって、20キロモデルでやると今度6時間ぐらいまで、6時間雨量まで,までは頑張るけれども、やっぱりその後落ちてきてしまいます。つまり、あのこういうような荒いモデルを使って、えーっとその、中小河川の洪水みたいなのを議論するのは、えー、っとちょっとあのそのまま使うのはナンセンスだよということを示しています。逆に これ5キロなんですけども5キロモデルを使うと頑張って、ね、粘りますのでこの5キロモデルの評価をすればその短い時間スケールのつまりその中小河川の洪水までを議論することができるということです。でこういうことをあの研究者の方々は頭に入れながらやってますので、えー、と間違ってその、えー、と改造できないようなモデルの情報を使って議論することはしていないと思います。 でえー、と最後に、えー、とこれがそのまた分かりにくいで申し訳ないんですが、えー、といくつかの全球大きなスケールのモデルがあってそれを、えー、と今,は今まではの気象庁の、えー、と領域モデルだけ使ってたんですけどもに世界にはいくつかございますい,いくつかあるあの、えー、と地域公務でダウンスケーリングすることによってその誤差がどこに生じるかというのを示したものです。 でこの色がついているところがあの誤差が大きいところなんですけど、まあ、これは全球モデルの規模で、地域規モデルの規模、このローカルなモデルの規模だけ言いますと、にその陸地の上で、えー、っとどの領域モデルを使うかによって差が出てくることが分かります。でこれは1つはあの地形の表現がモデルによって若干違うことにあります。 であの同じ解像度なのになんで違うんだって思われるかもしれませんが結構いろんなあの細工を施したモデルがございますえっ、ー、とそのどんなに細かくしても格、えー、子の20キロだったら20キロ四方5キロだったら5キロ四方の平均的な状況になりますのでそこの山をどう評価するかっていうのは結構いろいろありますというわけで陸上なめっていうのはそういうのにかなり引きずられているということです あと、のどのようなあの雨を降らせるあの評価をしているかということもモデルによって個性がございますので、このぐらいの差は出てくるということです。でえー、と最後になりますけれども、あのまた戻ります。えー、とどういうふうにそのデータがあの流れていっているのかということを簡単に示しました。でえー、と上にありますように気候シグナル。 っていうのはまず気候シナリオから全球モデルを使ってドライブしたデータ、これは CMIP の結果です。で、それを、えー、っと、これはどういうふうなものからできているかというと、1つは長期の温暖化トレンドと、それから極端事象の変動という2つから成り立ってます。で、長期の温暖化トレンドだけを見るんあれば、統計的なダウンスケーリング手法で可能です。でただ、極端事象の変動を見るためには、どうしてもやっぱり力学的ダウンスケーリングの助けが必要です。で、 えと長期の温暖化トレンドを使って統計的ダウンスケー検証法で出てくるのは水資源、農業等々にの影響評価予測モデルに使えますし極端実証をダウンスケーリングしたものに関しては洪水、熱波等々のこういうあの極端な現象の評価に使えます。でこの2つがたぶ両輪です。でこれはの多あの分最後に、えー、と今日の最後ですね夕方の 4時半ぐらいかしら。あの中北先生の方からご紹介いただけるかと思いますけれども、これ中北先生がよく使われている図でして、今のこれをその模式的に表したものです。温暖化トレンドはこうありますけれども、でこれだけで、あのこれは水害のためなんですけれども、これ災害が起きるときというのは、温暖化トレンドだけ見てても分かりません。これに載っている、こういう、なんていうんですかね、極端の事象の変動まで見ていて、それが、これがその例えば、その 堤防の設計みたいなもんだと思うんですけども、そこを超えたときに災害が起きてしまうとで,ですから、温暖化による災害を評価、そのリスクを、災害リスクを評価しようと思った場合には、どうしてもこの温暖化トレンドだけをかけてるんじゃなくて、こういうあの変動がどういうふうに起きるかということを合わせてみなければいけないというわけでもしそういうことに使いたいのであれば、あの効果ですけれども、 あの要するにお金はかかりますけれども力学ダウンスキのデータを適切に使っていただきたいと。ただこの、えー、例えばその多分あの午後に西森先生の方からもご紹介あると思いますけれどもあの作物のある作物の評価の場合には、まあ、こういう温暖化トレンドで将来、えー、と何年ぐらいまでいったらば例えばその リンゴの適地とかミカの適地でうちはなくなるだろうかとかそういうものを評価するためにはこのトレンドを見た方が大事ですのでその場合には、えっと、統計的ダウンスケーリングで有意向だということです。まあ、その辺、えっと、実はあの提供している私たちの方で早くもちょっときちんと整理して皆様にお示しするのがいいかなと私も思ってますけれども。 えちょっとそこまでまとめきれておりませんので、まあ、ちょっと知りきれトンボのご紹介になってしまいました。えー、と以上で前半終わります。ありがとうございました。